ハーゼム・アブドゥル・アジーズ・エル・ベブラーウィは、エジプトの経済、政治学者、政治家。2013年7月の2013年、エジプトクーデター後2014年3月1日まで、エジプト暫定首相を務めた。2011年には副首相、財務省であった。日本の報道では、ハゼム・ベブラウィなどと表記される。1936年10月17日、 エジプト王国のカイロに生まれた。1957年にカイロ大学法学部を卒業した。1961年にはグルノーブル大学で経済学の大学院学位を得た。1964年にはパリ第一大学から経済学の国家博士号を授与されている。1965年にアレクサンドリア大学の講師となり、また高等研究実習院。 UCLA、南カリフォルニア大学などいくつかの大学で経済関連のコースの講義を行うなど、1980年まで経済学教育に携わった。1980年にはクウェート工業銀行の経済開発部門の部長となり、1983年まで同職を務めた。1983年から1995年に、 かけては、エジプト輸出開発銀行の東ドリ県最高経営責任者を務めた。その後国際連合の西アジア経済社会委員会の事務局長として1995年から2000年にかけて働き、その後2011年にかけては、アブダビのアラブ通貨基金の顧問を務めた。2011年のエジプト革命後は、エジプト社会民主党の創設メンバーとなった。 2011年7月17日の内閣改造で政府の経済問題担当の副首相として登用された。また財務省も兼務したが前任は2011年1月から務めたサミール・ラドワーンであった。当時の首相はイサーム・シャラフでシャラフ内閣が組閣された。着任から4ヶ月後、ベブラーウィーは2011年10月にコプトが 治安部隊に殺害されたことに抗議して辞任しようとしたが彼の辞任は政権のエジプト軍最高評議会に受け入れられなかった。任期は2011年12月まで続き、その後副財務省として務めていたムムターズエル・サイードが財務省を継いだ。ベブラー・ウィーはモハメド・イル・バラダやファルーク・エル・イコール・オクダと共に2012年エジプト大統領選挙後、 首相候補の一人となっていた。2013年7月3日のクーデター後、7月9日にベブラー・ウィーが暫定首相に指名された。その後、彼は社会民主党の党員資格を停止した。ベブラー・ウィー内閣は2013年7月16日に成立した。2014年2月24日、ストライキが多発するなどの状況下で内閣総辞職を発表した。 銀行、金融、国際貿易、開発などに関する数冊の著書がある。また、アルアハラムにコラムを書いている。ありがとうございます。